はい、こんにちは。秋野の現場こそ滞在 X の実況です。はい、というわけで本日7月7日のメンテナンスが無事13時に終わりましたので、内容の方をチェックしていこうと思うんですけど、やはり予想通り未告知のキャラが2体今回も追加されましたので見ていきましょう。はい、では本日のメンテナンスによって追加されたのがストーリー&イベントが開放されました。まずハートブレイク七夕イベント開催、目玉報酬がなんと星ごま製のストラスとセシリアということで、イベント報酬で魔性キャラが手に入るということです。こちらが本日のメンテナンスの後から7月21日なので2週間あります。そして妖魔混合戦イベント、こちらは7月14日メンテナンス前までなので1週間ですね。妖魔混合戦にチャレンジして報酬をもらおうというものです。そしてガチャについては緊急放送ビッグニュース、そして純真の心、そしてガブリエルとレビアタンの根拠のガチャが来てますので、これは後ほど見ていきましょう。でログインボーナスの更新があって、パスやパックの更新があります。そして調整修正項目でリンボラーのデイ1日目ミッションにて条件を満たしても達成できない不具合を修正、そしてスキル効果の名称を変更、調整前油断、調整後は3万になります。でこの3万ですね、今回追加されたキャラについていますので、今まで油断と書かれたものが全部3万になるということです。そしてメンテナンス協力のお礼としまして、無償ダイヤが200個、そして天使恋人の証5枚が配られています。では今回追加されたガチャの方を見ていきましょう。まず純潔の心、こちらがねガブリエルがピックアップされています。そしてガブリエルとレビアタンの根拠ガチャも来ていまして、そして星5実況の魔性ディキシーが追加されました。ディキシープレイアブルキャラだったんだね。で純潔の心の方ではレビアタンもピックアップされてます。レビアタンも 0.75%、 そしてガブリエルが 0.75% で出てくれます。詳細見ていきましょう。即属性の天使ですね、初期能力で見ていきます。まず通常技が風紀取り締まり、 100% 攻撃力で2回ダメージ、対象が累積負荷の能力低下状態にある場合、パッシブ効果など特殊なものは含まない、通常技で再度攻撃すると。なので相手がデバフ状態にあった場合、通常攻撃をもう一度してくれるってことなんで、そもそも2回ダメージなんで合計4回ダメージ入るとなったら、これかなりコインダンジョンとかで役立ちますね。そして強力技が純愛の鉄拳制裁、 CT が4ターン、範囲が敵3体、 70% 攻撃力で3回ダメージ、味方全体の破壊鈍足を解除し、攻撃対象の体力が 90% 以上にある場合、さらに 150% 攻撃力の追加ダメージを与えるということで、まず3回ダメージ、そして敵3体っていうのはかなり大きいですよね。なので通常技もそうなんですけども、強力技もかなりコインダンジョン向きの性能になってますし、さらに言うと相手の体力が 90% 以上の場合でしたら、さらに追い打ちをかけてくれますんで、なので、まあ、これもですね、先ほど言ったコインダンジョンにはすごく向いてますよね。そして必殺技が不純交友中止のお知らせ、 270% 攻撃力でダメージ、対象に逆風と強力技封じを付与する、攻撃後対象の体力が 30% 以下にある場合、さらにスタンを付与するということなんで、まず逆風の時点で行動不能なんですよね。でさらに強力封じも入れるし、スタンも入れることが可能、範囲は敵2体で準備が4ターン CT5 ターンとなってますけど、逆風の時点で敵が行動中止になってるんだけども、この逆風に対して耐性がある場合であっても、強力技封じであったりとかスタンが入れれる可能性がありますんで、そういった意味では本当に敵を封じていきますよね。ただ準備4ターン CT5 ターンっていう時点で、まあそんなに頻繁に使えるような必殺技はない気がしますけど、マックスまで上げた状態でスキル準備マイナス1という感じなんで、やはり速度属性なんで火力キャラというよりかは手数が多く、さらに相手に対してデバフも入れることのできるっていう感じのキャラですね。では星ごま製のディキシーちゃんも見ていきましょう。こちらも速度属性ですね、速度属性の星ごま製です。初期能力で見ていきます。通常攻撃ダブルトラブル、対象とランダムの敵1人に 110% の攻撃力でダメージ、対象が3万状態にある場合、脱力を1回付与し 125% の追加ダメージを与えると。脱力は対象の攻撃力マイナス 7%、 最大累積5回、持続3ターンとなっています。そして強力技がハートブレイクホテル、 230% 攻撃力でダメージ、3万を付与し味方全体の3万重傷を解除する、さらに力属性の敵のスキル CT プラス1で、先ほどの修正でもありましたけど、3万ってのは以前油断と書かれていたものですね。回避率マイナス 20%、 持続3ターンということで、まずこの強力技で3万を付与した状態ならば、通常攻撃の方で追加ダメージが発生するというコンボが作れますね。こちら範囲敵3体なんで、敵3体に3万を付与できるっていうのは結構大きいですよね。でさらに言うと、力属性の敵のスキル CT プラス1なんで、これ結構コロシアムではかなり嫌がらせができそうですよね。そして必殺技がジェイルハースロック、 270% 攻撃力でダメージ、行動後攻撃力の一番高い対象2人を混乱状態にし、敵全体の疾風と加速を解除する、範囲は敵3体、準備が4ターン CT5 ターンということで、こちらもやっぱ重めではあるんですけれども、
敵の一番攻撃力の高い2人を混乱状態にするってなかなかえぐいですよね。うまくいけば敵が自滅するパターンですし、さらに言うと敵全体の疾風と加速を解除ってあたりがレビアタンパ殺しの点もありますよね。そういった意味では力属性であるルシファーも封じていけるし、レビアタンのいるパーティーの疾風状態も解除できるというのは結構使える星駒性な気がしますね。そしてパッシブスキルがまず実況分析、ターン開始時敵全体のダメージ激減効果を解除し、攻撃力の一番高い対象1人の能力上昇効果を解除する、自身の前2ターンのみ発動。まず敵全体にかかっている防御バフを解除した上で、さらに攻撃力の一番高い敵に対しては能力の上昇効果も解除してしまう。そして突っ込み、攻撃対象の中に力属性がいる場合、即属性の味方に会心を付与し、会心率を 5% 上昇させる。最大累積5回、持続2ターンということなんで、やっぱ力属性の敵キャラを封じる点に特化してる感じしますね。さらに支援効果が、戦闘開始時即属性のスピードの一番高い味方2人のスキル準備-2、スピードプラス 20% ということは、今回もう1体追加されましたガブリエルも速度属性ですよね。では同様にピックアップされているレビアターも速度属性で、前回のガチャでピックアップされてました星駒製のアンバー、彼女も速度属性ですんで、そういった速度属性のキャラでパーティーを組むとかなりディキシーの効果は大きくなるような気がしますね。スキル準備-2はだいぶでかいですからね。必殺技がすぐ打てるようになってしまいますよね。そういった意味ではこちらのガブリエルの必殺技の準備4ターン、これもかなり楽に打てるようになりますよね。っていう点からいくと、今回は正直どっちも狙った方がいいかもしれないですね。これね、まあ、自身のボックス見てもらって考えた方がいいと思うんですけども、速度属性のキャラが充実している人、そういった人はですね、今回やっぱ積極的に狙っていった方がいい気がしますね。で、まあ僕はどうかというとですね、正直ディキシーかな。うん。というのが、ガブリエルはすごい強いと思うんだけど、強いし、単体で成立すると思うんだけども、その支援効果がないんだよね。でもちろん単体として強いとは思うし、それで十分な気もしてるんだけれども、まあ、狙うなら今回はディキシーかなと思いますけども、僕自身今そんなに速度属性が充実してないんですね、正直ボックスの中で。なのであんまり無理に追いかける気はないかなって気はします。で、まあ、それより気になってるのがですね、この通常の魔性召喚の方なんですけども、こちらの通常ガチャの方に、はい、ティーラがね追加されてるんですよね。で、僕今チケットが198枚ありますんで、そういった意味では僕はですね、今回はティーラをですね、まあ、この中からですね、引き当てるっていう方に、力注いでいこうかなと思います。もちろんね、ディキシーとガブリエルもね、チケットではね、回していこうと思うんですけれども、ガブリエルもね、今天使小火長さが50枚あるんでね、使っていってもいいと思うんですけれども、ちょっとこの辺はですね、少し考えていこうと思います。とりあえず今日はですね、1日1回無料を回しておこうと思います。とりあえずディキシーからまず、いきます。まあ、ここでうっかり出たらね、また方針変わるんだけどね。さあ来い。お願いします。前はね、ウリエルがそれやってしまったからね。さあ来い。ドン。まあ出ないわね。ガブリエル、行きます。さあ来い。お願いします。はい。ないわね。ないわね。はい。はい。というわけで本日7月7日のアップデートの内容についてチェックをしてきたんですけれども、やはり僕の中では、ここまでね、いろんなキャラが揃ってきたっていう状態になってくると、強いキャラ、単体で強いっていうガブリエルよりも、支援効果を持っているディキシーの方が性能としては、パーティーに組み込むんやったらいいかなと思いますけども、この辺でね、皆さんやっぱ好み分かれると思いますんで、皆さんどう思いましたか？今回の僕の考察の何かしら参考になりましたら、高評価よろしくお願いします。今自身が推しているキャラというか、パーティーとの組み合わせでですね、追っかけるもよし、スルーするもよしという感じかなと思います。どちらも速度属性だからね。ただガブリエルはですね、やっぱコインダンジョンの高難度とかでかなり役立ちそうな気がしますんで、そういった意味では少し欲しいなと思うので、もしかしたら天使恋人の証を使って回していくかもしれませんけれども、とりあえず僕は魔性召喚の方でですね、ティーラをですねさらに追っかけてみようかなと思いますんで、次の動画でねそういったガチャの方になるかなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。